4月1日からセイコーエプソンの社長に就任する小川康則です。今世界は前例のない危機に直面しており、世界中の人々は誰も想像できなかったような状況に向き合っています。もちろんエプソングループ社員の皆さん、お客様、そしてその家族も例外ではありません。在宅勤務やその他の困難な状況で最善を尽くし続けてくれている皆さんに心からの感謝の意を表したいと思います。このような困難な状況ではありますが、前向きな気持ちを持ってこの危機を早く終わらせるために全力を尽くしていきましょう。会社として皆さんをサポートするためにできる限りのことをしますので、健康を第一に一緒に力を合わせて乗り越えていきましょう。